能登半島の中ほどに位置する人口およそ6万1000人の石川県七尾市。七尾市は天然の良港として栄えてきた七尾港を海の玄関口とし、古代より能登の政治、経済、文化の中心地として発展を遂げてきました。また全国的に有名な和倉温泉や能登島をはじめ、観光資源に恵まれた魅力あふれる町です。七尾市の北部中島町にある藤ノ瀬地区、のどかな田園風景が広がる藤ノ瀬に、今話題の藤ノ瀬冷水公園があります。公園の駐車場には平日休日にかかわらず、朝から夕方まで途切れることなく多くの車が駐停車しています。それぞれが持ち込んだ容器に水を汲み、それを自宅へと持ち帰っているのです。公園内に湧き出る水はまろやかで美味しく体にいいと評判で、市内や県内はもちろんのこと、県外からも連日この水を求め、多くの人が藤ノ瀬冷水公園を訪れているのです。持ち帰った水の用途は様々で、レストランやカフェなどの飲食店ではコーヒーや紅茶などに使用されています。家庭ではお味噌汁やご飯にも使われているようです。365日欠かさないんですか、この水？そうですね、欠かしませんね。本当に、はい、そもそもこの湧き水が人気となったのは、雑産のおじいさんの不思議な体験が発端でした。夢枕でね、お告げがあったんですよ。昭和47年、病で苦しんでいたおじいさんの枕元に観音菩薩が立ち、裏山の湧き水を飲めば治ると告げられました。それをきっかけに、翌日から欠かさず湧き水を飲むようになったおじいさんの体は驚くほど回復したのです。1年間に4万人ぐらい訪れてるじゃないですか、お兄さん、おじいさんの夢がきっかけで、そのことはどう思われてますか今？まあ、それは本当に奇跡的なことでね、皆さんがやっぱり水を求めて来るようになりましたかね。雑産のおじいさんの不思議な体験話はその後口コミで広がり、マスコミ報道もあったことから、多くの人が湧き水を求めてやってくるようになったのです。しかし、そこには多くの問題がありました。道が細かった。で、ちなみにこの駐車場はないから、木と木の間へ、個人の山のそこへ車を突っ込む、車も傷む、木も傷む、そういうことがありまして、当時小さな林道しかない場所に急速に訪問者が増えたことで、ゴミの放置、汚物の散乱、無謀な駐車などの問題が次々と表面化しました。地域住民が協議を重ね、行政の協力も得て、平成7年、湧き水へと続く道路を整備し、湧き水周りを公園化するとともに、衛生と清掃などの維持管理を行う住民主体の藤ノ瀬冷水公園管理組合を設立したのです。現在この公園には年間およそ4万人から5万人もの人が湧き水を求め訪れています。僕はね、平均すると2ヶ月に1回くらいかな、水道水を冷やしたのと、でここの湧き水のこれを、冷やして 両方比べてみると、硬さと柔らかさ、味も全然違う。で、カビないんですよ。他のとこカビるんですよ。祖父に連れられて来たんですけど、なんか体にいいみたいで、飲み水と、あとなんか弟大阪にいるんですけど、やっぱりちょっと水気になるみたいで、ご飯炊くのとかにも使ってますね。もう20年、20数年経ちますね。よその名水って言ってもやっぱり1年ぐらいで腐るんですけどね。ここは絶対そういうことじゃないですよ。今日は何本汲みに来たんですか？30本。この水は何に利用しますか？旦那のね、
焼酎のお湯割りと水割りとご飯のお水とお味噌汁のあのお水。うーん、それは旦那さんはもうこれじゃないと飲まないんだ。そういうこと。まろやかまず、うん、でな夏なんかでも、うん、あの氷入れてお水飲むとすっきりするよ。どちらから来られたんですか。加賀市の方からです。どのくらいかかるんですか。今後は2時間半ぐらいですかね。はい、飲み水にしたり、うん、おかずに使ったりご飯炊いたり。何年前からやってます。もう2年ぐらい経ちますね。やり始めた理由は何ですか。祖父がちょっと病気になりまして、この水が体にいいって聞きましたので取りに来るようになりました。公園管理組合では訪れる人から清掃管理費を徴収し、公園の維持管理に努め、その収入をもとに地域への支援活動も行っています。耕作放棄によって荒廃がひどくなった農地を借り受け、ふるさと農園として整備しました。泡、それから大豆、もちろん米もあります。そば、地元の人たちですね、種を分けていただいて作り方も全部習いまして生産をしてるんです。現在公園管理組合では山里の景観維持と農地の有効利用に力を入れているのです。ふるさと農園で生産された農産物は公園管理組合直営の農産物販売所ふるさと五穀園で即売されています。さらに地域農家の自家野菜や山菜をふるさと五穀園で販売することで地域に密着した活動を幅広く行っているのです。5万人も来るっていうことになるとね、何かの形でお金を落としていってくれるんじゃないか。例えばこの年を買っていただくとかね、あるいは農産物たくさんご覧に出ておりますんで、そういうものを買っていただけるんで、まあいいことかなと、そういうことを思ってるんですね。提携農家は増え続け、現在100個以上に上っています。かぼちゃなんか、やっぱ地元の、ね、農産物がいろいろと一堂にしてあそこに買えるというところで拝させてもらっているというのはやっぱり、うん、メリットになると思うんで。地域農家に密着した公園管理組合の取り組み、その活動は農家の活性化はもちろんのこと、地域の活性化をも大きく後押ししているのです。今お店もどんどん増やして、もっと場所を、ね、増やしたいというくらいで、お客さんがたくさん、お客さんか年寄りの方が見えますので、そういうことも増えて、ということは地元に全部活性化になりますので、で資金としてはふるさと独立資金というのも投入されてるんです。ということで、まあ、何歳になっても働きたいといえばここでは採用します。公園管理組合では農作物の栽培と収穫作業に地域高齢者を積極的に雇用し、高齢者の生きがいと生産意欲を高める手助けも行っています。お母さん参加してどのくらいになるんですか。3年目ぐらいですね。年目、なんで参加しようと思ったんですか。地元ですからやっぱりね、地元ですから、うん、私もこの100勝しか出るのもないし今年は何回目ですか、参加した。そうやね、また6回目ぐらいかな。毎日うちにおるのもいやし、たまにこっちお仕事に出る、ちょうどシルバーにはちょうどまた田んぼの学校を企画し、昔ながらの稲掛けをはじめ、いろいろな農作業や農具を体感することで地元農業の伝承につながることを期待しているのです。さらにふるさと農園の棚田オーナー制を設け、都市住民と農産物の栽培を通じて交流を深めています。今回は田植えの時。それから来られてないですか。そうですその時もご家族皆さんで参加したんです。そうですね。お兄ちゃんはどうだった、田植えは。大変やった。大変だった。今日は稲刈りだけど大丈夫かな。
田植えでも気持ちいいね。泥を回しで自分もやったことなかったんですけど、子供にこういう体験をさせてあげたかったっていうのが一番の理由かですかね。子供無理に来ました。あ、そうですか。はい。え、お母さんたちは農業の経験はない？ないです。実際やってみてどうでした？そうですね、大変ですよね、なかなかできないことです。棚田オーナー制は都市部に暮らす人たちに米作りに参加してもらうことから始まりました。深山から注がれる冷水と太陽の恵みを受けた美味しいお米を自分の手で育てる、米作りの喜びと苦労を通し日本の農業に対する理解を深めてもらうことを目的としています。初めての人でも公園管理組合が一緒に作業を行ってくれるので安心して農業を楽しむことができるのです。慣れない手つきでね、まあなんとか一生組に変わるんですよ。まあそういうことがやっぱり皆さんの、まあ、楽しみになるかね、うん、うちらも越してくるとやっぱりね、やっぱり教えてやるのも一つの楽しみだし。この日の稲刈りは2時間ほどで終わりました。きれいに刈り取られ何もなくなった棚田にはまた来年の同じ時期に実り豊かな稲穂が頭を垂れることでしょう。稲刈りから2週間後、乾燥した稲穂を脱穀する日です。都市部で暮らす子どもたちの中には稲から精米された米になるまでの過程を全く知らない子どももいます。日本の食料自給率が 40% を切ろうとしている中、かろうじて米は 100% 近くが国内生産で賄われています。しかしその米さえも農村部の高齢化で生産する農家が減り続けているのです。都市部の子どもたちが日本の農業に触れることで食べ物の尊さ、ありがたさを実感し、農業や米作りへの理解が深まることを公園管理組合の人たちは心から望んでいるのです。藤の瀬冷水公園管理組合は地域住民を主体とした地域づくりと農業を軸とした豊かな集落づくりを進めていることが認められ、平成19年度地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。公園管理組合の取り組みを側面からバックアップしているのが七尾市の行政です。非常に嬉しいことでありましてですね、地元の皆さん方が手作りでいろいろ工夫をされてですね、本当に地域が、自立をするっていうか、非常にこの過疎地で中山間地ですね、厳しい条件の中でもああいった資源とかものを生かしてですね、本当にお客様を呼んでそれで自分たちの農産物をその販売をする、そういう取り組みについてはですね、非常に素晴らしくて嬉しいことということで本当に喜んでおります。地元の人たちがですね、元気が出なければ周りに広がりません。そんな意味でですね、地域の皆さん方、組合というその枠の中での活性化のがスタートかもしれませんけれどもですね、あれを契機にしてですね、じゃあもっとこういうこともできるんではないかとか、こういう取り組みはどうだろうかと、そんなことがこれから広がっていけばいいと思います。菩薩様のお告げをきっかけに誕生した藤の瀬冷水公園、平成の名水百選に選ばれましたので、なおさら人気も出てきてるんです。今後公園にはさらに多くの人々が訪れることが予想されます。過疎化が進む藤の瀬集落において湧き水と農業を通し地域住民が協力し合い都市住民と交流を深めることが地域に活力やにぎわいをもたらしています。この活動は将来の七尾市を背負って立つ子どもたちに引き継がれる大きな宝物に違いありません。